皆さんこんにちは、猫ひた水曜ブルーの白又敦です。ということで今回海じゃん、横さんと思うじゃん違うんですよ。今回ですね、なんと葉山町というところに来てるんですけども、この葉山町なんと芸術の町、アートの町ということで、ちょ僕あんまり詳しく知らないんですけど、果たしてどんなアートがあるのかということで、あのですね、あちらの今森戸神社さんにですね、ちょっと関係者の方いるみたいなので、ちょっとまず一度ご挨拶行って、ちょっとどういった内容なのかをお伺いして回ってみましょう。それではレッツゴー。あ、はじめまして。はじめまして。あの TVK の猫の額ほどワイドという番組の水曜日レギュラーの白又敦です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お名前を。葉山芸術祭実行委員の小田則と申します。今日よろしくお願いします。何か催し物をやってるとお伺いしたんですけど、はい、どんなことをやられてるんですか？はい、葉山芸術祭というのをやっております。毎年ゴールデンウィークを挟んだ3週間地域住民の自宅やギャラリー、あとは飲食店さんを借りて行われている小さい展覧会の集まりのイベントです。全112企画。 112? ということはかなり広範囲にわたってやってるなんかお祭りというかイベントになるんですか？葉山町を中心とした逗子、鎌倉、あとは今南葉山と言われている横須賀市の空き家だったり芦名だったり含めて全体で行っております。すげえ。ぜひこのガイドブックを片手に、はい、お借りします。はい、自分のアンテナがこうピピッとくるようなところをぜひ回っていただきたいです。あれっすね、アートっぽいっすね。葉山芸術祭は、実はテーマがないのがテーマというか、どういう意味かっていうと、わかんねえな。難しくないんです。なるほど。敷居が低いというか、どなたでも楽しめるアートというか、はい、もう僕がアートだと思ったらアートってことですか？うん、そうですそうです。老若男女が誰でも楽しめるようなワークショップだったりイベントがすごくたくさんあって、新しい経験をするとか新しい発見をするっていうことに価値を置いてる、文化的な懐が深いというか、まあ簡単に言うと何でもありというか、そういうイベントになります。今回この集合場所というか、はい、来たこの森戸神社もこれもそうなんですかね？はい、こちらも作品の一つになっていて、はい、写真家のブルース・オズボーンさんという方の作品で、うん、親子写真を長年撮られています。で今回は葉山の自然と今までこう撮られてきた親子の写真をこうコラージュというか、これ全部親子なんですね。親子の写真なんです。めちゃくちゃいい写真。私の知ってる人とかも葉山のね知り合いが映ってたりとか、こう神社なのにこんなにアートを飾らせてくれるところとかってなかなかないと思うんで、すごく、ね、なるほど、協力的にしてくださってる神社さんになります。さあ、そんなわけでですね、ちょっとお参りして見ながら来たんですけど、これかっこよさそうだなっていう引きありますよね。アート感じますよね。とかあとはなんかちょ地図もさっき見たんですけど、この辺も近いんじゃないかっていう、こういうのも気になりますね。ということで早速行ってみましょうかね。はい、ということで10時に森戸神社を出発、気の向くままに歩いて日が暮れるまでアートを楽しみます。これ違うの？これ違うの？いやもう海外やん、すごいですね。すげえ、なんか青春だな海って。そこに今見えてるギリ、いや薄富士山が見える。薄富士山、これさあれですって、俺半袖でいいって。そんなわけで葉山の潮風に服を脱がされました。半袖でいきます。これは何なんだろうね、写真なのか絵なのか。写真かな。さっきあったじゃないですか、長いあの家族の写真みたいなを多分撮った人とテイスト近いんで、多分一緒の人な気がする。こんな感じで多分街にいろんなアートが散らばってるよっていうことなんですよね。
ジで分かんないけど、あの映画のロケで出てきそう、映画のワンシーンで出てきそうな感じだよね。すごい古民家っすよ。じゃあ果たして何があるのかって、一応説明にはですね、古民家で和の暮らし店と。気になるじゃん、なんか昭和さんっぽいじゃん。このフラッグ、これがなんか今回その参加してますよみたいな証らしいので、早速書いてみましょうよ。お、こんにちは。こんにちは、こんにちは。え、ここはご来店ありがとうございます。そうですね、これあれですよね、葉山フェスティバルというかやってる場所です。合ってますか？はい、こちらが葉山芸術祭で展示をしております。見た感じご飯屋さんっぽいですけど、でもそうですね、あの築100年のあの古民家をカフェだけでなく、はい、あの日用品や家具、お花屋さんが併設された複合施設でございます。すごいですね、庭もある、庭もある。すごー、これ売り物ですね、ちゃんと。え、これ実際に座ってみても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。古民家で見るこういう家具ってどうですか？よりいいですよね、なんかリアルを感じますよね。本当にこういう風に置かれてたんだろうなというか、まあいっぱいあるからあれですけど、こいつ1個とテーブルポンあったらもう映画撮影できるもんね。やっぱ時代ちゃんと感じれるようになってるなって思いますね。なんなのこれ、あ、ここまで、あ、すげえ。なんか昔っぽいっすね。コメント浅っ。これ箸？なんかそういう昔の家によくある。いやいや、同じくらい浅いっすよ。いやいや、あるある。すごすぎるな。別荘なのかな？あ、これじゃない？これっぽくない？ちょっとね、このね、確かにいろんなアーティスティックな家の並びの中により際立たせてる場所がありましたよと。すごいんですけど、何これすごいっすね。ワインも飲めるし、でパンだよね。パンも売ってて、花があって、ここ葉山芸術祭の場所で合ってますか？はい、そうです。あの、ここはどういった場所なんですか？もともとここら辺の地主さんが高梨さんという方で、はい、築90年以上なんで、だいぶうちの社長が手をかけてリフォームしてウェディング始まりました。そんな場所で、あ、そうです、結婚式とか、はい、そういうパーティーとかをそうです、ね、やってると。ウェディングメインでやってるんですけど、はい、で平日とウェディングのない日はレストランとしてもうランチ営業を行ってますね。すげえ。この辺でそういう建物は多いんですか？葉山は結構多いですね。うち以外にもやっぱり歴史ある邸宅っていうのが多くて、うんうん、それもだからある種のアートっていうことになる、はい、芸術作品ということになるんですかね？そうですね。あ、すごいですね。あ、なんかすごいな、なんかいろいろ、はい。これ2階には何があるんですか？2階が普段はあんまり使ってなくて、一番左の部屋から神父さんの控え室と神父様の控え室、親族控え室みたいな感じ。こういうイベントの時だけこういう出店ブースとして貸し出し。へえ、まあ、こういったその芸術祭があるから出展されているっていうことなんですか？今日はのアーティストということで、ここのブースと隣のブースは出展させていただいて、ワルシェをやってらっしゃるんですけど、葉山芸術祭に合わせて旧高梨区、その時期に作られたものをリメイクして今の時代に継承したいっていう思いで、ここは作ったブースです。いろんな思いを持って参加されている方がいるってことですよね。要は継承したいってなかなか、そういう熱い思いを持ってこうね活動されてるっていうのは、逆にね、そのやっぱ今の若い子たちにこうちゃんと伝えていきたいっていうのは僕もやっぱ思うので、責任があるなって思うわけですよ。ごめんなさい。いやいや、全然それはね、今年で32回目を迎える葉山芸術祭は
別荘地である葉山の土地柄、はじめは高尚なアートイベントだったそうです。より多くの人に身近にアートを感じてもらうために始まったのが今の市民参加型の葉山芸術祭。次はこの芸術祭に長く携わる作家さんに会いに行きます。すごお邪魔します。ここはあの自宅の土間なんですけど、はい、普段玄関にしてて、はい、すごい面白いですね。これ、はいはい、お姉さんが、はい、書きました、はい、彩香さん、彩香です、はい、そうです。すごいっすね。鳥が好きなんですか。鳥、はい、あのこの辺フクロウ住んでるんですよ。声はよく聞く。葉山の知らない情報、葉山にはフクロウがいる。本当葉山でしか生まれないアート、うん、ってことですね。本当に葉山限定アートですね。俺は結構好きですよ。どうですか。はい、もう何度か参加されてるんですか。そうなんですよ、あのここにも書いたんですけども、書いた、一桁台からあの参加してて20年前。逆に一桁台から参加してる方だからこそ聞きたいんですけど、この芸術祭の魅力って何だと思いますか。結構誰でも受け入れるゆるさがいいかなと思ってて、ちょっと葉山らしいかな。ああ、なるほど。そのやっぱり葉山芸術祭って聞いてて一番イメージしてたのはこういうやつだったんで、すごいなんかざわざわした気持ちがちょっとスッと落ち着いた感じですすごい、かわいい、めちゃくちゃうまい。俺よりうまいぞハサミをうまく使えない